いつがフン族の社員優だ。今なら油断してるから倒せるかもしれないぞ。なんという大手柄、なんという名誉、こりゃファーケの名は永遠に残るぞ。わかってるわ。でも私の目的は男として兵士になって父さんに代わって家の名誉を守ること。まず入隊を認めてもらわないとね。シャンユーが怖いならそう言えよ。怖い。あれ、ハートです。先手必勝だな。よく確かめた方が。ねえ、ムーシュー。そうだ、俺はムーシュー。なりはちっこいが最強の竜だ。痛い目に遭う前にとっとと消えるんだな。ムーシュー、久しぶり。おう、本気で戦うのは久しぶり。え、そうだ、ドナルド、グーフィー。知り合いなの？うん、悪い奴らを倒すために一緒に戦ったんだ。1年くらい前だな。ソラたちがピンチになると俺が呼ばれてさ、何度も助けてやったってわけな。まあそれでいいや。君は？私はムーラン。ピン。ムーランピン。ピン、ただのピン。ファズーの息子さ。ムーシューの友達？ムーシューは我が一族の守り神なんだ。それじゃあ僕たちは君の守り神を借りてたんだね。そうそう、つまりみんなはこのピンに借りがあるってことだな。よし、それを今返してもらうってのはどうだ？ムーシュー、遠慮することはないさ。な、まあそうだな。ピンはこれから皇帝陛下のフン族討伐隊に入るんだ。野営地にいるシャン隊長のところまで行かなくちゃならない。一緒に行ってくれる？男同士で行けば信じてもらいやすいから。何を信じてもらうの？まあいいじゃないか、そんなことは。男のふりをするんだよね。君、女の子？気づかなかった？全然。うまくいきそうね。ソラとドナルドだしな。どういう意味だよ。待て、もっと男らしく。まったく長い列だぜ。おい、横入り。クリーチャー。引っ込んでろ。アイルテム、あれはご飯の行列かな。なんだてめえら。
り。やめて。やめて。女みてえなやつ。やめろ。何をやめろって。殴っただろ。なに、エビ。小さい小さい。なんだと。なりは小さいが、俺はれっきとした守り神だぞ。とにかくちゃんと並ぼう。ちょっと待てよ。俺は殴られぞ。いつでも来い。そこ、おとなしく並んでろ。シャン隊長。炎よ。
そりゃ
みろ。やっ、受けてみろ。やっ、はっ、受けてみろ。やっ、終わりだ。よっ。